こんにちは。暗号通貨ニュースです。今日はですね、ビットコインが6000ドルに向かっているというニュースを改めてお届けします。まあ、高騰したアルトコイン、いわゆる暗号通貨っていうのは、まあ、数パーセント、数百パーセントという上昇を見せてるんですけども、まあ、仮想通貨、暗号通貨のランキングですね、こちらの方をしばらく落ち着いて、最高値からちょっと戻しているというかね、値下げしているような感があると思うんですけども、まあ、反して、このね、株式市場の動きはどうかなっていうところも見ながら、今日はね、考察を進めてみようかと思います。まあ、ビットコインが大体50万円台ですね、日本円で。50万円台に入ってきて、まあ、60万円に近づいていってるんではないかと、高騰ぶりの大御所のこの先なんですけども、まあ、暗号通貨ですね、2018年度中には、まあ、6000ドルぐらいには行くんではないかなというのは大方の予想です。で、私もね、まあ、そのぐらいは行くんではないかなと思いますよね。で、日本円にすると66万以上なんですけども、まあ、早い予想だと来年の2月ぐらいにはもう100万円を超えるんではないかなというふうなことをね、分析されているかと思います。まあ、ビットコインというのはこれからまだまだ値段が上がるというかね、買われると思うんですよ。というのが、買おうかな、どうしようかなって思う人がものすごく多いんですよ。で、その方のですね、1割でも買えばもう急上昇なわけですから、じゃあ迷っていて後で買うのか、それとも今ね、5000円でもいいから買っておくのかっていうところで大きな差が出ると思います。もちろん利益の出る金額っていうのはですね、そんなに大きくはないと思います。投資金額がちっちゃいと。ただ、まあ、暗号通貨のこのね、トレンドに乗ったという経験はこれからもですね、まあ、この投資人生ではないですけどもね、この先行者感覚ってものを、まあ、よりあらわにすると思うんですよ。今暗号通貨のことを、まあ、皆さんね、多くの方ご存知だと思うんですけども、結局ですね、5年とか10年経った時に、あの時知ってたんだけどなっていう方と、買っといてよかった、投資しといてよかった、チャレンジしてよかったという方と分かれると思うのは、土地バブルの時とすごく似てるんですよ。土地バブルの時も、土地を買ってれば儲かるっていうのはみんな知ってたんですけども、なんとなく今買ったら高値掴みするんじゃないかなっていう恐れが、さらなる利益をですね、利益の可能性をなくしてしまいました。もちろんいつが最高値なのかは分かりません。誰にも分かりません。誰にも分からないんで、行動するには勇気と、それからですね、情報収集分析能力っていうのが必要になってきますけども、まあ、私のですね、放送が何かのね、ヒントになればと思います。ありがとうございます。